はい、こんにちは、ジャッキーです。今日はですね、このジクから売り出されているボルボのセミトレーラーを紹介します。はい、じゃあ開けていきます。ジクのプリスタバッグはね、結構独特で、ちぎる必要はないんですけど、なかなか開かないですよね。なかなか開かないです。ちょっとこれをいきますよ。はい、いきます。はい、こんな感じで持って、はい、で、あ、ここで引っかかって、ちょっと意外に取り出しにくい、意外に取り出しにくいですね。はい、あー、かっこいい、かっこいいですよ、これは。なかなかない、ミニカーばっかりやってたんで、こういう、車のミニカーばっかりやってたんで、こういうでかいのはね、すごいですね。ちゃんと曲げても、トラクターとトレーラー部分が当たらない。で、ここが取れるはずなんで、ちょっと取ってみますね。ちょっと取れないんで、後でやってみます。はい、ちょっと無理やりなんですけど、これあれ取れないの、やっぱり。ちょっと無理やりなんですけど、これで、これ、あ、え、なんだこれ、これ横にすると取れるみたいな。それはこの状態では取れないわと。こういうのちょっと変えといてほしいですね。マジっすか。無理やりしちゃダメだということ。横にしたら取れる。その反対側じゃ取れないね。こっち側にした時にだけ取れるという。こういうの知る人ぞ知る的なものなんですけど、こういうの変えといてほしいですね。はい、少し別にバネがついてるわけじゃないですけど、少しタイヤが動きますね。これが面白い動きをしてくれるかもしれない。あと、このあそこの問題の爪、これがネックでした。そしてこの自分で立つための足がついてます。これこんな感じで、これがあるので、置いたときに、ね、これ今、こういう感じになるんですけど、この爪を出すと、ちゃんと しっかり置けると。で、これトラクターですね。トレーラーヘッドとかトラクターって呼ばれるもの。これはかっこいいですね。ボルボです。じゃあとりあえずカシ目を外します。ちょっと今だいぶカットしたんですけど、カットってビデオカットしたんですけど、だいぶ手こずってますこれ。カシ目がなんか変な感じできつく入れられてしまってるんで、めちゃくちゃ手こずってます。なかなか開かない。ああ、取れました。
まあ、やっぱりこのフロントのラジエーターとシャーシが一体になってますね。おお、こう、あ、こんな感じで、すごい、なんか面白い構造してます。このトレーヘッドの部分にカシミヤがついて、それで全てのというか、このシャーシから全部ここのカシミヤで留めてたという感じですね。結構運転席も広くていい感じです。面白い作りですね。このシャーシ側に全部ついてる、これなかなかいい構造ですね。ちょっとあの元々のものはいいのに、なんか組み立てるところが雑な感じがしますね。あのずれてるのかもしれないです。あの、シャーシとこのメタルの部品が、カシメがここまでずれちゃうとちょっと開きにくいですね。まあという感じで、でタイヤは、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あの結構面白くて、こっちが前なんですね。前でハブの部分がちょっと出てるんですよ。ここちょっと出てます。でこれが後輪、後輪は、ダブルタイヤではなくてシングルですね。だいたいトラクターの方はダブルタイヤついてるんですが、これシングルで、フロントのタイヤと一応ハブの部分が違うんですけど、ハブの部分で区別はしてるんですが、トレッドが同じ、普通は前輪の方がトレッド細いんですけど、多分ゴムのパーツを共通化しようとしたんでしょうね。トレッドは同じです。で、シック、あ、やっぱりシック、シックはですね、タイヤとホイールくっつけちゃうんですよね。以前にベントレーコンチネンタル GT とかミニクーパーの、クロスオーバー買った時もくっついてで、ガンパーとアポロっていうね、スポーツカー買った時も全部タイヤがくっついてて、ただこの車軸とタイヤは今回くっついてません。これがポイントです。車軸とタイヤはくっついてない。あの軸の場合、車軸とタイヤホイール全部くっつけちゃって、なんていうか、こういうひねりができないんですけど、これひねることができる。そこまだシモの救いですかね。はい、こんな感じで。でもこのトミカが900円、こういうトレーラータイプ900円でもっと小さいのに、軸はですねこれ1300円です。ここまで大きくて1300円でこの質で、似てる、実車に似てる。僕はボルボの、トラック乗ったことないんですけど、あの UD っていう確かボルボの、子会社になるのか、ちょっとグループ会社の車に乗ったことあって、でいつかボルボのトラックに乗りたいなと思ってたんですけど、こういう形でボルボを手にしてしまうとは思わなかったですが、めちゃくちゃかっこいいです。これボルボおすすめですね。スカニアとかルノーとか日本で走ってるやつだとベンツもあるんですけど、トレーラーとかトラック、ボルボかっこいいです。日本車に近い感じがしますね。スカニアとかはでかいし、ハンドルがですね結構普通の乗用車みたいに寝てるんですね。体に平行に近い、体の線に近い感じ。ただこういう、普通トラックってバスみたいにハンドルがもうお皿みたいになってるんですけど、そういう、タイプのトラックで、スカニアとかよりも日本車に近いですね。まあ、UD のグループ会社っていうところもあるのかもしれないですけど、 UD ってもともと日産ディーゼルだったんで、
ね、そういうところがあるのかちょっとわからないですけど、まあかっこいいですね。はい、これが、ついてた運転席なんですけど、ハンドルが結構寝てるんですよね。この辺も実車に近い感じしてくれてます。ハンドルが結構寝てる、あのバスのハンドルみたいに結構寝てるんでいい感じですね。これはポイント高いです。まあ何のポイントかちょっとわからないですけど、ポイント高いですね。おっと、ちょっと問題がありますね。これすごい問題があります。今運転席の話をしたんですけど、あのこれスリープキャブって言って、ここに寝台がついてるんです。ベッドがついてるタイプなんです。ベッドがついているタイプなのに、ベッドがあるべきところまで運転席が来てしまっている。なのでベッドはどこにあるんだっていう感じになっちゃいますね。これベッドをどこに、運転席がこれ後ろすぎる、ちょっと落ちてこない、運転席が後ろすぎるんですね。これトミカの、乗用車と似てる。こういうとこちょっとチャチい感じしますね。これベッド作っといてほしかったですね。ここにちょっと気づかなかったんですけど、そういうところがちょっとマイナスポイントな軸です。じゃあまずこの前輪半分に切ります。よし、で半分で切ってシャフトと、まあ、車軸とタイヤになりました。じゃあまずですね、このさっき、シャフトを2つにして取り出したこのタイヤを実車に近づけるために細くします。はい、こんな感じでタイヤを薄くしました。はい、元々の幅のタイヤと薄くしたタイヤ、溝2つ分ぐらい細くしてます。はい、この部分取り除きます。はい、ここも削ります。
こんな感じでタイヤに当たりそうなところを全部削っておきます。はい、こんな感じでプラ板貼ってます。はい、これシャーシ側です。で、このメタルの方とくっつけるとこんな感じ。下から見るとこんな感じ、上から見ると、あ、まあ上、横から見るとこんな感じ。ここ、あの金属で補強してます。なんか適当なプラスチックがあったんで、これ使います。ステアリングパーツですね、これが。
はい、で瞬間接着剤つけます。マスキングテープ後付けになっちゃってるんですけど。はい、これで、はい、これこういう感じでステアリング効いてます。赤の塗料が1個あると結構便利です。これね、あまりこだ、なんていうか完璧に仕上げようとするといらないことをしちゃうことが多いんで、程よく、担保がずれたりすることがよくあるんで、まあ、担保がずれたと思って、はい、こんな感じですね。もうこれぐらいにしておきます。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今回はですね、トレーラーヘッドに、ステアリングリニティをつけてみたんですけれども、はい、ドヤ顔でターちゃんに見せたところですね、え、タイヤ触らないと向きが変わらないの？って言われましたよね。まあその通りなんですけれども、これタイヤ触らないとね、向きが変わらない。ですね、今後はタイヤを触らなくても、向きが変わるような仕組みで改造したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。